点ですが、仕事で役職がついている方手を挙げてください。あ、役職がついている方、まあね、何人かいらっしゃると思いますけれども、役職ってどうやったらつくのってちょっと考えたことありますか？これね、ちょっと考えてみたんですよ。というか、この間東京に行った時に、友達と話してて、で、その方も役職がついててね。まあ僕も役職がついてるんですけれども、まあ二人でね、役職ついてね、責任増えて仕事も増えて大変だな、なんてお話をしてたんですけれど、その話している中でね、あ、こうやって俺たち仕事してたから役職ついたんじゃんっていう話になったんですよ。っていうお話をしたいと思います。これね、この間挙げた私のすべきこととして捉えると、その充実感が得られるって動画を出したんですけど、この話にちょっとね、絡んできてる、それの仕事バージョンみたいにちょっと考えてみてください。はい。あなた今仕事してますよね。その仕事の中で、私のすべきことってどれかあるかちょっと考えてみてください。修行、タイムカードを押してから帰るまで、私のすべきこととして捉えて仕事をしているものはありますよね。あると思います。はい。それをちょっと考えてみてください。で、まあ、みんなに私のすべきことあるんですけれど、僕はね、同僚たちより私のすべきこととして捉えてるものが多かったんですよ、おそらく。うん。多かった。むしろ逆に、いろいろそれこそ上司からとかこう仕事振られたりして、なんでこれ俺がやんなきゃダメなんですかみたいな仕事もあったんですよ。いや、他の人でいいじゃん、みたいな。なんで俺にばっかこう仕事いっぱい来んだろうって思ったりとか。で、実際聞いたこともあんの？なんか理不尽だなと思って。だって同じ給料なのにさ、それで自分にばっかりその仕事来んのもさ、ちょっとおかしいなと思って、で、俺だけ残業してるみたいなさ、おかしいやろって思って、聞いたことあるんですよね。なんで俺にこんな仕事来んですかってこうね、他の人手空いてるじゃないですかじゃないけど。聞いたら、そのあなたが一番、早いし、仕事を終えるのも。で、うまいし、うまいことやるし、で、一番これ、重要なんですけど、一番ミスが少ないんだって。なんやねんそれって感じやん。なんやねんそれはって。ミスなんてだって確認したら誰だってミスねえだろって思うんですけれども。でも確かに、よくよく考えたら、みんなね、私のすべきこととして捉えてないんですよ、いろんな仕事を。そう。振られたらもちろん俺私のすべきこととして、それ、一生懸命取り組むし、なんならこうね、日々こう、周りを見ながら仕事するじゃないですか。だから今は誰々さんね、これやってるとかさ、あ、上司は多分これやってほしいんだろうな、とか、こういろいろ見てて、で、手空いたらその仕事をやるじゃないですか。私のすべきこととして。そう。多分そうやってね、流動的に、というか積極的に動いて、私のすべきこととしていろんな仕事をやってたわけですよ。でね、話ちょっと戻りますけれども、じゃあその役職がつくってどういうことなのかって考えてて、でその東京に行った時に、役職ついてる、まあ、男の方と、まあ、僕は役職ついてるんですけど、もう一人の人がその役職がついてなかったんですよ。平社員 で役職をつけたいって言ってたんですよ。うん、役職を つけたいって言ってて、でその男二人は同じ会社で働いてるんですよ。まあ、だから上司と部下みたいな感じですよね、その二人はね。でその上司に当たる人が言ってたんですよ。いや、お前はね、もうちょっとなんだよって、もうちょっとこう、もうちょっと、仕事をこう、なんつうの、見つけないと、まあ、昇給昇格はしないよな、みたいなこと言ってて、まさにそれだ、と思ってて。なんかこう、みんな役職作ってさ、じゃあ、ね、例えば私、山野徹と言いますけれども、じゃあ山野さんってね、あなたは今日から、主任になってもらいます。主任になってもらうので、これから、いろんな仕事、頑張ってください、ってなると思ってるでしょ。結構僕もそう思ってたんですよ。そう思ってた。役職ついて、おし、じゃあ頑張りますっていろんな仕事をね、こう降りてくんのかなって思ってたけど、実はそうじゃなくて、主任になった山野徹に仕事が降りてくるんじゃなくて、山野徹が、まあそのあらゆる仕事をしてて、そこに主任という役職がついてくるんだなっていう。わかりますか？これ順序実は逆なんだなっていうのをちょっとね話してて思ったんですよ。その役職ついてるやつも、そのね、平社員の時からなんかめちゃめちゃ仕事してて、別にお前それやらんでもええやろみたいな仕事まですごいやってて、ね、あとその同僚つがまあ部下に当たんのかな、もはや。そのヒアリングとか別に上司にやれって言われてないのに、なんかヒアリングしたりとかしてたやつがいて、そう、そりゃそいつ役職つくやろっていうさ、そう。だからちょっとね、だから考え方変わったんですよ。僕もその話して気づいて、あ、そっか、だから役職ついたんだなーって思ったんですよね。
なんだろう、もうある種その役職をつけざるを得ないっていうんですか、役職つけなきゃ、あのなんだろう、給料的にもその同僚と差ができないし、なんだろう、その仕事量がもう明らかにその平社員の時点で横と全然違うから、こいつに役職つけなきゃね、こいつ違うとこ行くぞとかさ、不満出るぞとかってなっても役職つくみたいな、ある種そういう感じに近いのかなってちょっと思いますけれども、実際どうなんですかね。まあ、あの皆さんの考えもちょっとコメントにて、受け付けてますので、はい、まあね、同意してくれたら嬉しいですけども、あ、実はそうじゃなくてこうなんですよっていう、あのコメントも待ってます。はい、批判は受け付けておりません。よろしくお願いします。